中国地ですよ。つうわけで、奄美大島のよくわからん漁港の伊豆の中を覗いてみると、なんか魚が泳いどるな。2種類おるな。見分け方がわからないときは、ググれかす。次のステージだ。なんかツンツンってしてるのがおるな。ツンツンってしすぎやろ。これじゃあ、おでんを貫通してしまう勢いだ。このツンツンしたやつには、毒があるからね。触ると、ギュンギュンってなるんだよ。一発で、ギュンギュンなんだよ。これは別の群れだな。ツンツンしたやつに触れるとね、わら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 ってなるんすよ。ちなみに、真ん中に目みたいなのがあるんだけどね。これはケツの穴だからね。不用意に触ると、ってなるんだよ。こいつら、ツンツンってしてるけどね。実は中身は、デレッとしてるんだよ。だからね、そういうのが好きな人は、取ってきておかずにしてしまうんすよ。そんなことで観察終了。まあそんなもんすわ。